はい、プレイしていきたいと思います。ミストサバイバルというわけでやっていきましょう。昨日ね、あの後録画終わった後にね、木を切ってきました。っていうのも多分サムネイルになってると思うんだけど、木を切ってきました。やばいっす。多分こんだけあればある程度いけるだろうということで、とりあえず寝るか、ちょっとだけ1時間2時間ぐらい寝るか。これで木出てきたらめんどくさいことになるけどな。OK。 で、ご飯も食べる食べない。この草と何、このこれ釣りバークが物語ってる量だよね。2時間かかるんだって。ちょっとマジか、作りすぎかな。これ以外使い道ないもんな、ほぼほぼ。夜なっちゃうな。よしよしよし、できた。さあ、一箇所ぐらいは攻めて立ててから。あ、待って。木の板が足りないかも。一箇所ぐらいは立ててから寝よう。どうよ、スコット、仕事した？え、仕事してないじゃん。思ったけど、あれか。俺自分で作っちゃったんだ、前。セルフでいいよ、早いし。はい、よいしょ。でね、斧も1本折れちゃったもんね。ライト持っていくか。ライト持ってってこの量すげえな。持ってってこれってライトアップする。Fこれでいいか。まあまあまあいいんじゃない、これサムネイルで。多分こうなってるでしょう、サムネイルが。まあ木を切ってきましたと。これね、たくさん。これぐらい切ればさすがにだいぶ作れるだろうということで。ああ、これ切らないとな。邪魔だな、これ。で、木はね、2本ずつ切った方がお得だね、やっぱりね。で、コメントいただいて、やっぱり90度には曲げられないから、ちょっと曲げながら置いていった方がいいよっていうことだったらしい。残念、もう手遅れだ。この家の前に空間を作ってしまったのは失敗だよ。よいしょ。さあ倒れてくれ。 OK。 持てない。これも持てない。ちょ、もういいわ。とりあえず1個建てればどうにかなるだろう。 A で建てればいいよね。回るだけ回って、どう、これ隙間いい、これいい、チェック。あ、隙間めっちゃ空いとる。これダメだ。キャンセルできる C。 よかった、キャンセルできた。もう一回。もうトライ、ちょっとライトが見える位置でやる。こっからよいしょ。これ無理。いい感じに曲がってくれよ。取り壊しはね、できるかもしんないけど、材料めっちゃ減っちゃいそうなんで、ちょっと試してないし、あのダメージ入っちゃったら嫌だなって思って試してないです。コメントでね、取り壊しできないのってやったけど、これぐらい見えちゃってもいいか。もうこの隙間から見えると変わらないもんね。 OK だろ。よし、 OKOK、 建築開始。夜なったね。てるるってって、あれ何が足んない。釘が足んないんだって。釘取ってこよっか。これもね、全部16本の束です。もう寝よう。よいしょ。こっちか。これと
これと、クギを大量生産して、寝ちゃいましょう。クラフト、マイステル。2時間半かかるんだって。結構かかる。1スタックで収まる、収まらないか。まあいいでしょう、いいでしょう。仕方ないでしょう。計ちょうど2スタック。で、降りて。よいしょ、もうみんな寝てるね。みんな寝てる時間ですわ、これは。これどうしようかな。スクラップいらないかな。とりあえず寝るか。何時間だ。5時間ぐらい寝るか。あ、喉乾いたな、これ。喉乾いたな。お腹も空いちゃったな。ヒート。これもドリンク。よし、これでいいだろう。さあ、建築再開だ。ライト消した、俺、ちゃんと。あー、まあ、燃料なくなっちゃったね。ライト消してから寝ればよかった。よし。OK かな？隙間 OK かな？お、どこかわからないね。いいね。いい隙間だ。いい隙間だね。これ拾いまして。これにポイしとこう。部屋はいくらでも作れるわ。よいしょ。うーわー、これこんなに広くなっちゃった。もうだいぶ大きく取ったな。俺本当はこっち側にくっつけたかったのに。曲げるか。頑張って曲げれるだけ曲げていくか、こっから。よいしょ。曲げるだけ曲げよう。よいしょ。クイックイック。これいいか。お、もうちょい曲がった。これぐらいかな。よし。まあ曲がったんじゃね、だいぶ。だいぶ曲がったと思うよ。木は足りた。あー、これ丸太じゃない、ウッドが足りないね。よいしょ、ウッド切ってこよう。2本ぐらい持ってって、上にあるやつもちょっとスコットに切らしましょうか。一応どいて。わってなってくる。割り当てが先だ。ウェ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 。もう一個できんじゃん。プロシード。あれ、もしかして俺が邪魔で仕事できないってやつ。ごめんよ、殴ってしまった。殴る気はなかったのに。今のダメージ入ってなければいいけど、ブロックに入ってそうだな。よいしょ。 OK。 これいけるか、この角度で。まあ、気持ち内側入ってるけど、もう一回曲げればどうにかなるかな。お願いお願いお願い。お、だいぶ曲がる。だいぶ曲がるぞ、ここ。よし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 、これは曲がっただろ。駐車場ということで、ここら辺のスペースは。え、つい丸太がないんだって。丸太いっぱいあるから大丈夫。めっちゃ木切ったんだから、これ。えっ
次何？まだ丸太ない？6リフト。嘘。ほら、もしかして丸太足りなくなるかも。全然足んないかも。12本だからな、1個につき。相当使うもんね。そっか、丸太足んないか。じゃあまた丸太を今日、ちょ家を建てなくていい。また丸太を切らなくてはいけないな。木を切って、ガンガン木を切っていかないと。お、これでいけそう？ちょっと待って。目標ラインはここら辺。あー、微妙かな。これぐらい重ねた方がいいのかね。これ登れないで俺落ちちゃいそうだな、やらかして。これ屋根の端から落ちるんだったらこうする意味ないんだけどね。これぐらい？もっと曲がる？どうしよう。めっちゃ曲げられるんだけど、どこまで曲げるか、俺の力量に。仮組にこうするか。ダメっすね。ここ？もうちょい。これだな。まあ2回一応微妙に隙間できそうか。じゃあこれキャンセルして、まあ、間をつなぐようにすればいいのかな。よいしょーっと。どこ？こう来てるから、こっちとこっちつなげばいいんだよね。もうちょい左だったな、これ。角度的にはこんなもんでいいのかな。もうちょいだな。こうだな。こうか。こうだね。で、がっつり囲っていこう。もうちょい手前。もうちょい手前だな。ちょっと右に寄って。角度ちゃんとすればもうちょい奥行ける？この角度でやっちゃったら次のやつが問題なんだよな、また。あ、なるほど。その足が中に入っちゃうといけないんだ。なるほどね。今なんか変なところであったぞ、一箇所。それでいけるのはそれで行きたい。今あったな。どこだ？ん？どっかあったよね、今ね。そこ。それ。これどうなっとる？あ、これ作るところか。ここにワークベンチがあったのかと思ってちょっと今ドキドキしちゃったよ。もともとこんなところにワークベンチあったっけみたいな。めっちゃびっくりした今。左に、あ、ちょいと右に寄せてどうにかなるかな。
位置的には最高だな、これな。じゃこれをちょっとキャンセルしてつなげるかどうかですね。よいしょ。ちょっと隙間できちゃうね、やっぱり。どう？こっちに隙間できちゃうな。でもこっちに入ることが分かったんで、いけるならばいけるわ。あったね。どこだ。もうちょい奥、もうちょい奥。これどうよ、いけたんじゃない。いけただろ。これはこれでいきましょう。お、柱の位置もちょうど隠れたね、一本は。よし、建築開始。あ、いい、長押しする必要ないんだ。あ、やばい、切り来た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 、帰ろう。よいしょ。寝るよ寝るよ、俺は知らないから寝るよ。ご飯食べるか、行こう。何が切れたんだ、木かな。あ、疲れるんだ建築も。そうなんだ。あれ、これ来てなくね、切り。合う言ってた。霧の時間長くね。いるよね、いるよね。おうおう、今頃音が来た。もう1時間喉乾いた。スコット、うわ、邪魔、スコット邪魔。よし、ナイス。腰に弾がついてるぞ。ショットガンの弾を引っ下げて歩いてるぞ。よいしょ。足りるかな、もう一個作っとくか、俺が。よし。だったらばもう2個ぐらいスコットにやらしとこう。よいしょ。うお、すげえな、なんかこの感じ。そしていつの間に木生えた。すげえな、圧巻って感じ。よいしょ。こっちか、取れるかな、ちゃんと。カバン取れなくなっちゃったら嫌だけど。何、何が足んない、丸太が足んない。あれ9個マジで言ってんの。全然足んないじゃん、全然足んないじゃん。よし、ちょっと登ってみる。あ、こっから登れないんだっけ。あ、いけた。お、いける、いいね。あ、こっち隙間あるんだけど、危険だなこの隙間。いいね、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 いいね。この隙間だけちょっと危険だな。どうにかして、なんか潰せないかな。
ッシング多いな。ベッド置くとかしか思いつかないよな、テーブル置くとか。完全無駄な気がするけど、テーブル置いてみた。下に落ちてっちゃった。どこ行った？テーブルじゃちっちゃかったな。テーブルちっちゃかったな、やっぱり。やべ。テーブルじゃちっちゃかったわ。どうしよう。上から拾えばいいか。よいしょ。これでいい？よし。いや、ベッドぐらいないとダメだね。一回寝よう。5時間ぐらい寝ればいい？足りないな。まあ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 明るくなるだろう。暗いな。これでいい？もう1時間？よし、これから水飲んで。大丈夫そう。なんか肉とか焼いてたりしないのかな。肉はないね。まあいっか。ベッドってどれぐらいなん？ベッド、この長いテーブルないのかね。椅子、的、ベッドぐらいじゃないと無理だな。コンポーネント使うんだな。まあ仕方ないか、こっちの角度に曲げちゃったら。さて、もう一個こっちに入るかが問題だよね。よく考えりゃ。あららら、いらないよね。確定しちゃったな、やる前に。お、いける。これちゃんと重なってるだろ。あ、いいね。いいね。OK だね。だね、あ、待って、OK か、これ。こっちにスクラップ湧くんだよな。え、でも、やっぱり。こっちこうしないといけないもんね。こう。これじゃやばくね。これって隙間空いちゃうよね。まあいいのかな、これで。もうちょい角度つけたいけどな。無理かな。ないよね、さすがに。ないかな。これが限界？これ限界？これ結構隙間空いちゃうよね。さっきのは限界かな。
このぐらい。ああ、まずきも空いちゃうね。仕方ないね。仕方ない。これでいこう。で、次が。ああ、これダメだ。もっと奥詰めよう。というわけで今日はここら辺で終わりにするか。次回また木をちょっと切ってきます。というわけで、どうしようかな。これぐらいでいくしかないの？巻くよね、これ多分。あ、でもここまであるわ。柱んとこまであるわ、ちゃんと。柱んとこまであるってことは、あ、これ大丈夫かもしんない。こっち側ちょっと隙間空いちゃうけどね。そして面白いことが判明したな。これ乗れるのか。建築してなくてもこれ乗れるのか。乗れるぞ。モーションだけね。何に使えるかは知らないけど。というわけで、じゃあ木を1本だけ切って終わりにしよう。ちょっとね、秘技を見せよう。どっかないかな。ここいけるかな。ヒゲ3本切りできた。3本切り以上。アイテム、あ、そうだ、いい連打しながら切ったら、ね、落ちるのを時々回収できたりするという感じで木を切っていました。頑張って。よいしょ。というわけで、じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います。また木を切って、ちょっとガレージに溜め込んどくわ。でもさ、もっと溜めないといけないの。ガレージじゃダメだな。ガレージじゃどうにもなんないな。ちょっと頑張って溜めておきます。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。静止画でした。